こんにちは。本日は千葉県の農園の方に行ってきたいなと思います。で、本日もやっていきましょう。どうぞ。はい、というところでたどり着きました。これだ、ついに見つけました。すごいです。やばい。なんだ、すごすぎます。うわー、やばいよこれ。ちょっとコーラみたい。ただの茶色い茶壺から黒い水が出てきてるだけやん。そう思ってる皆さん、侮らないで。なんかめっちゃ泡出てるし、何これ不気味。そう思ってる皆さん、侮らないで。なんとこちらのお水、温泉です。まさかの無料です。さらにということは、教授なんちゃ家からポリタンクを持ってきて、この源泉を汲んで自宅にもしかり、家の湯船に入れてお湯だき機能を使えば、家で手軽に無料のモール泉に浸かれるということで間違いないんでしょうか。その通りです。ということで、こちらの源泉の味を見ていきましょう。甘い、すごい炭酸水素塩泉の甘みがあります。で、香りはモール臭、ほのかに香ります。すごいぞこれは。うまい、うますぎる。水温は四捨五入して約 23.02 です。 pH は四捨五入して約 8.60 です。はい、お湯の透明度なんですけども、すごい濃い。濃いね、すごいよ。ちょっとぬるぬる感ありますね。はい、手桶に入れてさらに透明度を確認をします。すごい、まさにコーラですよ。まさにコーラ。この炭酸の感じもですね、もうコーラです。すごい。その驚いた点なんですけど、千葉の源泉って結構10何度とかなんですけど、ここは20度超えですからね。あったかい、すごい。何この炭酸の量、見てください。少し手を入れただけでもう手にですね、炭酸がびっしりくっつくんですよ。すげえ、すごいよ。はい、はい、というところで全体像を見ていきましょう。この茶壺から湧いてるんですよ、自噴してます。で、これが下のコンクリマスに移動していきます。すごいよ。で、こちらの落水池見てもらうと分かるんですけど、白い成分がくっついてます。硫黄成分でしょうか。すごいな、とんでもない湯量だ。感動でございます。すごすぎるよ。すごい、もう泣ける。はい、せっかくなのでちょっと一周してみましょう。いや、すごいよ。わびさびの世界です。すごくない？これ渋すぎでしょこれ。いや、もう半端ない。ずっと眺めてられます。これ、すごい感動です。星3つです。はい、ということで本日もですね、浴びていこうと思います。いや、ほんとこれ感動しました。ということで、いただきたいなと思います。いただきます。うわー、すごい、なんかシュワシュワ言う、めっちゃいい匂い。あ、すごい、なんか浴びて分かったんですけど、卵汁もします。硫黄成分も入ってると思います。いや、ほんと素晴らしい源泉でした。ほんとご視聴ありがとうございます。帰ります。